日本香川県高松市本町地区高松片原町。片原町は香川県高松市中心部の町で、郵便番号は760-0040。住居表示に関する法律に基づく住居表示は実施されていない。高松市役所より 0.6km 高松市中心部の都心に位置し、高松中央商店街をなす片原町商店街を 挟んだ北側と南側を町域とする東西に長い、両側町である。東町の全域を占める片原町商店街は、東西に伸びた全長約450メートルのアーケード付き自転車、歩行者専用道路で買い物客や通行人が行き交うほか、かつて高松城下を中心とした五街道のうち、指導街道と長尾街道がこの道筋を経由しており、 常磐橋から東町を東信して、通り町で分岐の後、それぞれ市道及び長尾へ伸びていた。戦後の1948年には、町内のアーケードを分断する形でことでこと平線が付設され、アーケード北側に位置する片原町駅は、片原町商店街と直結している。2015年国勢調査による人口は299人、世帯数は169世帯。 面積は26,018.6平方メートル。人口密度は11,491.7人平方キロメートル。公立小学校、中学校の校区は全域が高松第一小学校、中学校に属している。町内における都市計画法に基づく、用途地域は全域が商業地域で、養積率はことでん。こと平先生が500%。 伊藤が400%である。ことで、片原町駅西口から東町にかけての一帯は、片原町駅に市地区市街地再開発事業の施行区域に指定されており、第1外区第4外区のうち商店街の両側に広がる第3外区については1997年2月に市街地再開発組合が設立され、二千二年二月に地上十三階建ての再開発ビル、 ムーブ片原町が完成した。この再開発ビルは、香川県内発の法廷再開発事業として、施行された施設建築物で、1階から4階は高松市障害学習センター、5階から13階は94校、有する分譲マンションになっている。町名の由来は、町の北側が高松城外と堀に面していたため、人家が建つのが南側のみ。 片側だけの町であったことによる。高松城下でも古くからあったと見られる町の一つで、当初は片町と呼ばれていた。関永17年城下町江ずにはすでに片原町とある。寺院は西福寺のほか、江戸時代には主権者の名を冠した愛行院があったが、明治新事に廃寺となる。戦後は所在地が百軒町になった花も天馬宮は、 長明寺十字の造形が、菅原道真の死を一般で、道真寺自画像を祀って建てた神社で、後に、伊古近政が、高松城追記に際して、同社の霊言を得たことにより、依頼城の鎮守としたため、神社としては珍しく城の方に向けられて、北向きとなった。文明開化を迎えた町内では1872年に、郵便取扱書、1877年に、 芝居小屋演呪格ができ、大阪歌舞伎が来演したこともあったが、1907年頃には、玉まも座と改称して、活動写真館となる。また1897年頃には話も、天馬宮境内に声え埋め閣という小劇場も建てられたが、後映画館に改装された。1890年2月15日にはそれまで、城下町各町の集合体であった。 高松の区域をもって、市政を施行して、高松市が成立し、片原町は、その一部となった。1900年高松高春高の時に片原町と、兵庫町に面する高松城外堀林が一部埋め立てられ、北側にも徐々に商家が立ち並ぶようになり、その後1910年には、完全に埋め立てられ、同時に、下水工事も行われている。 1945年7月4日未明には、アメリカ軍による無差別重炭爆撃、高松空襲を受け、町内すべてが海人に返した。空襲で壊滅的な被害を受けた高松市中心部では、大部分で土地区画整理事業が施行され、片原町でも西部が第一航区一時、東部が第一航区二時として、区画整理の対象となり、町内の多くの街路が拡張。 改良された。この区画整理事業の観行となる勘知処分広告は、第一航区1時が1958年7月10日、第一航区2時が1964年1月25日で、ある。1958年7月11日に、当庁の一部が百軒庁へ編入され、同時に通り庁及び丸亀町の各一部を当庁に、編入した。その後、 1964年1月26日には、当庁の一部が通り庁へ編入されている。掲載順は、地盤の順序による。ありがとうございます。